トレクル愚痴雑談ってことで、まあ愚痴雑談じゃないですけど、まあね、俺今判決なんでね、普通に、まあこれからは今更って感じですけど、ちょっと新世界リーグ目指して頑張っていくわ。あと偉大なる航路でちょっとね、3000以内狙っていきたいよね。なんで俺は次は本気で周回します。今までね、もう最近手抜いてばっかだったんで、もうマジ本気出さなきゃダメだ。でもトレクルとして、トレクラーとして、うん、でも1ヶ月に1回嬉しいけどね。まあ、次はエネルが出るらしいんでね、エネルって言われてる。夏の子フェスゲン、あの夏の子じゃないんだよね、夏の娘ではなかったっていう、エネルとは言われてる。すごいな、プーって小さい音でプーって返した。次は心属性のエネルかな、そろそろ強い心属性のエネル。順番的に言うとそんな順番ないかもしれないけど、わかんないよね。でキザルが技属性だったでしょ、技属性だったでしょ、キザル技属性で、ビッグマム力属性で、トレジャークロコが地属性で、その次がまあうわーってやつね、ジャックね、ジャックでしょ、ジャックが即属性だから、次は心エネルで、心エネルっていうのはね、ちょっとその誰でも分かる情報を今から言うよ、というかまあ普通にあれだけどね、あのあれ使う、ゲームウィズのサイト内検索だけど、エネル心属性エネルで強いにいたっけ、俺アホだから分かんないんだ。そういう時にアホを盾にするっていうね。ああ、お知りたい、お知りなんかな。あ、やっぱ通常クエストのみだ。あ、でもエネルってやっぱ地属性はいないんだね、地属性だけは。でもエネルに地属性って意外に似合わないよな。力属性もまあまあ似合わねえけど、技属性もっと似合わねえな。やっぱ心属性か即属性って印象はあるよね。うん、まあ、あと、コロシアムも頑張って周回しなきゃな。いやー、すごい髪型だよね。変な適当な髪型になっちゃった。あー、水分飲まなきゃな。いやー、まあトレジャークルーズ散々ですよ。散々な目に遭う、落とし前をつけるっていうね、あれですけど、矢沢さんが言ってたやつだけど、きついな、きついわ、全然きついわ。いやーでもね、まあ次のトレジャーマップからちょっと本気出さなきゃなって言って、前も頑張んなかったんだけどね、うん、でもね、もう俺はスゴフェスはやんないっていうか、まずね、うん、いやゲームとしてダメかもしれないけど、スゴフェスほんとね、金色だけにしてほしいよねって思うんだけど、金色の時だけ狙えばいいんだよな、金神の時だけ。でも金神の中でもさ、ハズレ枠いるじゃん。一番やべえのルフィとか、あの進化後だよね、あいつら害悪すぎるもんな。うん、修行ポイントだってせいぜい行って10か5とかでしょ。ん、修行ポイントどれくらいだあいつら。しょぼいでしょあいつら。でもなんかなくなったキャラいそうだな、重要なキャラが。まあいっか、その時はその時でいいや、その時は後悔してやろう。でもだいぶ残ってんな、ちょっと待って。
ケラ一覧。え、だいぶ取りこぼしあるな。幻覚か？俺なんでこんなにひどいな。ちょっと待って、もう一回やるわ。幻覚かもしれないな。すごいね、不都合なことを幻覚で言いくるめちゃう人じゃん。幻覚かって言ってね、おめえの不注意なのに。すごい口悪いな。注意力散漫ですよ僕は。これでも私注意力散漫ですから。注意力っていうそっちの力になっちゃったね。私の注意力は3万です。違う、限界突破じゃない。はい、6万ポイントになりました、修行ポイント。クリスタルスカルを 6個もらいます。ね。でも最近はなんかね、襲来戦むちゃくちゃ周回できたんです、あいつのおかげで。いてこれはね、なんかドフラミンゴだいぶ前に当たって。ドフラミンゴ強えわ、やっぱあいつ。化け物だ。で、ドフラミンゴが当たって、それでいろいろやったんですよ。あれをボコボコにしたんだ。クラッカーを。クラッカーをボコボコにして、やっぱなんかね、いやちょっとどうでもいい話になるけど、決戦ってやっぱ新しいアルティメイトの方が出やすいっぽいね。なんか前のフランキー将軍でぐる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 回ってもすごい低かったんで、うん、でゴミだったくせにむちゃくちゃ出るんですよね、新しい方では。で難易度もそこそこ高いのかな。アルティメイトの中でもなんか難易度設定っていうのがあるし、古いのはやっぱ新作は出やすいのかもね。なんかそういう何かがあるのかもしれない。あ、10ポイントか。で、超進化で30なんだよな。うん。パイのパイの実。ということでね、喋ることねえわ。一回水補給してこようかな。まあ、もうトレジャークルーザーガチャ引かない。年末年始とか、金ガチャ以外は絶対引かない。うわ、普通にケツ今見えた。ケツの肌色の部分が汚いくない方のケツだったが良かったけど、拡大したら多分汚い。俺のケツ超汚いんですよ。病気のせいにしてますけど、病気じゃなくても人並み以上に汚いんですけど、そんなやつがね、なんかまあいろんな病気、出来物がめちゃくちゃできちゃう病気のせいで超絶汚くなってるんですよね。うん、絶対誰にも見せないけど、誰にも見せないって意味わかんないよな。うん、なんかね、その守りたくなるものみたいじゃん。そんな誰も見たくねえもん、誰にも絶対見せないからって言ってるやつみたいなね。うん、そのよくあれだな、ブサイクが男の目を気にするみたいな、ブスが男の目を気にしてる映像みたいなやつだよね。うわー、本当に後ろの男の視線がキモいキモいって言ってね、すごいブスなやつが言ってるみたいな。被害妄想ね、ブスほど被害妄想ってね。でも顔が整ってる人、うん、全然気にしてないですよみたいな、うん、別ほどそうなっちゃって悲しいよね。うん、でもブスブス言ったらさ、差別ラインに入っちゃうかもしれないからね。なるべくもう怖いからちょっとね、一旦水飲んでから復活するで。うん、いやでもトリクルライフ頑張っていくよ。じゃあね。適当だな、終わりかな。